ナイス。そうだね、ぶっちゃけ言っていい、そんな調子良くないよね、はい、左腰痛くない？痛いです。ちょっと痛いよね。左腰がね、昔より回ってないわけよ。ちょっとトップ行って、トップ行って、でそこから左踏ん張って踏むやん、そこの腰がね浮いてきよるのよ今日、はい、さ、はい、上がってそこから切り返してスローモーションで、それそこが切れずに、そう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 、ちょっとこう左の腰が浮いて右の骨盤がちょっと出ようとしてるんよね。うん、これってさ弓の形じゃないよ。それってちょっとこう右サイドで打つ人だったらその形になるんだけど、調子がいい時の形ってそれじゃないよね、はい、で今日さちょっとね、おそらく左腰が止まる時めちゃくちゃあると思うよ今、うん、ない？あります。ちょっとあるよね、はい、で弓とか小妻プロとかは左の腰トップ行って、左の腰のそっからバンって左にグッて踏み込んできて、そうそうそう、そこが低い位置で回って腰の回転をがしたいタイプなんよね、左の腰を、うん、で今今日さそれが浮いてるよね、はい、伸びてる、そう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 、だから手元が浮いてヒール気味に結構当たってしまう感じがあると思うよね。なでそれなんで今日起きてるかっていうと、トップ行って今日ねこのトップの時にまだ回ってるんよ、肩がもうちょっと回して腰も回して、そうそうそう、もう腰もう一回グーってきて、そう、そこの時に腰が回りすぎてる、トップに行った時に、だから肩も回しすぎだし右腰を回しすぎで、右腰回してしまうと、ちょっとこれ取ってくれる俺の、まあ、ちょっと説明しようか、横にそのまま、はい、でどっちかって言ったらこれ左の腰をさグッてこう踏んだってピュッて回したい方なんよ、俺もそうだけど、はい、ゆみちゃんもグッて回したい方なんだけど、はい、これがトップに今日行った時に結構回っちゃってるよ、うん、昔より、はい、久々見るからさ大体わかるじゃん、はい、こうやって回しすぎとってこんだけ、ま、トップで回しとったら、はい、ここまで戻って切り返そうって難しくない、はい、ね、はい、だけ回しすぎるからもうきつくて浮いてほどけてる逆のスイングになってるよ、うん、はい、だからここまでこう来とって、でも自分的にはさこう左こうって潰したいわけじゃん、うん、だから相当こっちで粘っひねっとったらさ、はい、相当こっちを頑張って頑張ってしないといけないよね、はい、できた時にすごい上体に力が入りすぎちゃって手が前から来てしまう、上半身も頑張ってしまう、回そうとして、だから 手が出ちゃってヒール気味に当たってペラペラとか、はい、ひっくり返っちゃって、はい、ポケってこう腰が止まって左に行くから、うん、あのねテイクバックでさこっちに上げようとかしてない、まっすぐとか回そう回そうとしてちょっとインに上げることしてない、はい、はい、してます、してるよね、はい、やけん俺、まあ結構 YouTube で言ってるんだけど、もう一緒よね、俺タイプ一緒やから、はい、どっちかってさ、外上げていいよ、外に、うん、こうっていうより、若干外上げて、はい、だ高いところ上げるね、はい、で、外にポンって上げるってことは腰があんまりひねらない、はい、ひねっとって、こうおかしい、はい、ね、はい、こんなおかしい、こんな線形、はい、どっちかって言ったら、ポンって上げて腰がどっちかってこう不完全燃焼ぐらい、はい、岩の感覚からした、うん、じゃないとここに来られて腰切れんよ、はい、うん、だけん今こんなやからここから腰切ろうと思ってそれは無理よ、はい、無理、うん、だから痛めるよ腰、はい、けんどっちかって外に上げていい、うん、外に上げて不完全燃焼、ここだったらさこっち触れるやん、はい、ちょっとそれで打ってみ、はい、ね、久々見たらねちょっとなんかこうやなんか練習してることがわかる、
外に、そうそうそう、それでいいよ。よっしゃ。ん？めっちゃ打ちやすい。いや、打ちやすいと思うよ。だって、回しすぎたもん。トップで、今ので何回取っても十分右腰入ってるから。じゃないと、左の腰は、そこでいいよ。で、そのまんまさ、もう一回、テンって上げてさ、そのまま左腰引っ張ってこれるやん、これやったら。じゃあもう一回構えて、今日のやっとってみ。今日のテイクバックだとさ、まだひねっとったけんね。もう一回やってみ。そのぐらいひねっとったけん、こっからさ、さっきの調子がいい腰のところ戻してきてみ。いや、相当ひねらんといけんよ。だけん、ちょっと手をぴょんって上げて、そう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 。で、そっからだったらさ、腰持ってこれるでしょ。はい、楽じゃん。うん、はい。おお。の方がいいとは思うよ。うん。もう一回。おお、いいね、いいね、いいね。そっちの方がね、押せてるんよね。ちょっと逆っていうか、いや、あの、浅くなるタイプなんよ、俺らって、腰と左の方が。で、その時に回すドリルはしないといけないけど、それがベースのスイングになっちゃダメ。もう一回構えてみる。トップで、ぐるって回ったらダメだから。ポンって手で上げて、そのまま左腰パって。だからなんか、パンパンって感じよね。はい、そう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 。めっちゃいいやん。ちょっと音良くなったね。はい、うん。で、さっきさ、ちょっと雷角合ってたんやけど、はい、ちょっと貸して。これのね、雷角がね、まあちょっと後ろ側に傷があったんよ、うん、ってことは相当こうほどけて当たってるから、はい、ってことは腰、左の腰が伸び上がってるのと一緒なんよね。だから手がほどけてちょっとバンスの後ろ側に当たってるから、どちらかっつったらハンドファーストに行く方やから、はい、もうちょっと傷がリーディングエッジの方についてほしかったよね。雷角は合ってたけどね、はい、うん。だちょっとそれはあれやわ、トップダメだわ。ああ、もう一回。若干外目に上げていいから、いい方やから。パンパンって感じ。そう、どんな？めっちゃいい。の方がね、合ってるよね、自分に動きやすいのが。はい、で、じゃあ次ちょっと深く入れてみ、肩とか腰をグワーって回して右、ああそう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 、めちゃくちゃ回して、ちょっときついでしょ、はい、ね、深く入れる分左の腰をさ、深く次思いっきり強く回してこんといけんじゃん、はい、それは無理よ、怪我するし、そのタイミング合わない、はい、うん、それ肩回したりとか飛ぶかもしれんけどね、うん、それはちょっとね、合わんよね。最近そっちの振り方してました。そうやろ、はい、めっちゃいいやん、はい、うん、だタイミングとかもちょっと変わってくると思う、はい、今まではちょっとね、一呼吸間を置かんとダメ、うん、そうよね、はい、ってことは左に突っ込めなくなるのを防御してしまっちゃってるから、行っていいから左に、そのためにトップがやっぱ今のところに外気味っていうか、はい、テイクバックして、そう、ここだったら、このトップだったら左来れるやろ、はい、腰がもう一回行って、じゃあこれ深く入ってみ、腰がここからさ、いい気持ちがいい腰って、まあまあひねらんとダメじゃん、はい、うん、で腰じゃ補えんから状態が強くなっちゃって左に振ろうとしたのが外から入ってきて手元が出てヒール気味に当たっちゃってるから、そう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 、だからまあちょっとこう今までよりグーって入れ込むんじゃなくて、テイクバックを
そう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 。それでいいよ。それでいいじゃん。はい。何も悩まんでいいよ、それやったら。調子がいい時の感じ、うん、外にピョンって上げて、よし、めっちゃいいやん。だからそっちの方が体の詰まりがない、詰まり感っていうか、やっぱちょっとね今日不自然やったんよね。左には行きたがってるけど、なんかね切り返しの時に変に力が入ってる感じに見えとって、うん、ちょっとトップは合わないよね、あんだけ回しとったら。うん、だけちょっと外に上がるんよ俺らは。うん、ピョンって外に上げて、よし、よしよし、OK、 ピョンって上げて、よし、そう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 、もうそっちの方が全然いいよ。やっぱトップ深かったわそれ、はい、ちょっと。まあまあひねっとったからね、はい、あれは合わない。妹は合うよ、はい、心はそれはまあまあ合うけど、ゆうみはちょっと合わねえわそれ。よっしゃ、ナイス。お、ちょっと良くなってきたね、フェイスアングルも。おー、もう一回。今右抜けたね、多分。そうだね、ちょっと今開いてきたけどな。そう。だけん、でも今のは手で上げすぎちゃってるっていうか、その手で上げてもいいんだけど、さっきちょっともうちょっと大きく振ってって言ったやん、はい、遠くに、はい、それもちょっとやってみて、うん、そう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 、回すんじゃないよ、はい、うん、大きくいくだけ、そう、テイクバック大きくいくだけ、よし、そう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 、それちょっとやったがいいよ、はい、おー、これやったらいいじゃん、そりゃヒール当たるわ。で、どっちも行っちゃうわ。はい、ああ。ずっと右にすっぽ抜けて。そうよね。はい、で、腰が止まって浮いてるから、はい。うん、そうなってるよね、はい。左の腰を、そう、そっから左の腰をキュッて切ってくる方に特化してるから、最高じゃん。めっちゃ打ってて気持ちいい。うん。そのタイミングだったらいいと思うよ。はい、ああ、ちょそれやってよ。はい、ちょっとやりすぎ、あの、まあ浅くなったら回さんとかいかんけど、肩とかはそれやったがいいわ。今までからしたらちょっと浅い感じするやろ。はい、うん、十分腰入ってるからそれで。そう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 。よし、おー、ちょっと押し込みが良くなった。どう？はい、気持ちいい。気持ちいい？はい、 OK、 そうそう、本当に大丈夫？はい、俺に合わせんでね。あ、全然。いやでもそっちの方がよ、そうやって打っとった感じはするけどな。うん、でもまあ心当たりはあるでしょ、そんな。ま、ちょっと回しすぎやわ、はい、それ合わんから。なんかずっと、うん、肩もこんぐらいまで、うん、あ、まあ、いやそこまで、うん、形はいい、いいっていうか、その、うん、そこまで回したら、はい、ね、弓は左腰を回したがってるわけじゃん、はい、踏み込んでいかないといけないから左に、あそこまで回したらその 1.5 倍ぐらいの速さとか力で左腰を回さんといかんから、はい、腰あるよ。
でそれが無理だから上体が強くなる、上体まで一緒に回そうとしちゃって、はい、あ、そうだからなんか、うん、こうめっちゃ一時突っ込んでる時があります。そうよね、はい、大げなんか突っ込む方なんやけどありえんぐらい突っ込んでしまう時あるよね、はいはい、うん、だけんてやっぱ程よいのが一番いいよね。そうそう、で外に上げて高いところ持ってきた方が、そっからやったらさ腰来れるやん、はい、全然来れるよね、はい、OK、うん、おめっちゃいいやん、回転良くなってるわ、うん、ちょっとそれやろうや、はい、うん、ちょっとプロテストあるけんね、はい、このぐらいで打ち込んでいったらいいんじゃない、うん、うん、であと何週間かな、え2週間ない2週間ぐらいやろう、はい、でちょうどこれ新しいっていうかこのことやって2週間これ維持できるから、はい、うん、1ヶ月後ずっとやったら次これ浅くなってくるけど、はい、そしたらまたあれやから、はい、もうこのぐらいに抑えとった方がいい、考えることは、はい、うん、よかった、うん、でも全然いいいいじゃん、はい、うん、ちょっと振りやすいよね、はい、よしこれでいこう、はい、はい、じゃあね。